ありありの材料で10分でできる焼肉屋さんのユッケじゃん。スタート。ネギは多めに切って牛肉と炒める。油はサラダ油とごま油を半分ずつ。ネギにごま油と牛肉の油が通るまで炒めて唐辛子粉。唐辛子粉が焦げる前にお水。普通は椎茸、平茸を入れるけど、冷蔵庫にあるキノコ何でもいい。毒キノコでもいい。お前は冷蔵庫に毒キノコあんのかい。もやしニンニク、醤油はほんの少し。味調整は塩で行う。箸だと味の素を加えるともっと致命的に美味しくなる。卵は溶きほぐし、韓国春雨は水に入れといて最後に入れる。卵と春雨はなかったら入れなくてもいい。兄ちゃんはなんで入れるの？仕上げにまたネギを入れたら胃袋に染みるユッケジャン。すげえじゃん、ユッケジャン、いいじゃん。ユッケジャン完成。